さて、どうすっかね、このワンパク。このスタイルが一番安全かな。稲葉さん、人権について話し合いませんか。そして、ケンがこれを持てばさらに安心。何のプレイですか。断固拒否。またさかな、好きに遊んでいいぞ。やはり今でも日本の子供はタコ揚げが好きであろう。風情がありますね。思ったんですけど、リードつけちゃうと逆に犯人捕まりやすくないですか。だな、この作戦はいかん。うん、アンサー、ダメだ、戻って。無理無理。やばー、ノロノロ、ピョピョ、ウホウホ。おい、アンサー、そのくらいにしないと心の生態系が狂うぞ。どうなってんの、この公園。このままだと俺らが先にダウンしますよ。仕方ねえな。ほーら、あずさちゃん、積み木で遊ぼう。積み木好きだって話を前に聞いたんだ。これなら楽だ。できちゃったよ、立派なログハウスがさ。この完成度積み木と呼ぶのか、荻野家は。ダメだ、もっと女の子らしい遊びを。あずさちゃん、おままごとしようよ。うん。あずさは何の役がいい。パパ。じゃあネクタイつけてやろうな。うん。あずさパパかっこいい。かわいい。じゃあ俺がママしてやろう。今日もお仕事頑張ってね、ダーリン。うん。稲葉ママ大丈夫。あずさパパったら、あの年ですでに技術を持ってるわ。ママ少し別の世界が見えた。いや、ダメですよ、一人で行かせちゃ。あずさママ帰ってきて。おぎパパより優秀に仕事してる。おい、ヤギ、てめえか、ストーカーは。あら、ヤギさん、こんにちは。あずさと遊んでくれるの。ありがとう。違う、誤解であろう。その赤子がわしの大事な鍵を取ったであろう。それを返して欲しかっただけであろう。あら、ダメよ、あずさちゃん、返してあげように。あれは悪いヤギだ、オギの敵。どうせボズリヌストキシンとか入った金庫の鍵ですよ。渡しちゃダメです。なんたる勘の良さ。悪いヤギさんなの。まあ、そうとも言うであろう。はっきりしろ、悪いヤギ。うるせえ、黙れ、オオカミ。ヤギヤギ、気安く呼ぶでなかろう。でも宿礼告白で挑む我が名はドン・バレンティーナ。よくも言ってくださいました。ドン、そりゃピシュー。ラザー、ま、待て、待ってくれないと俺たちは。シェーシェーシェー。ロレット、赤子の口を塞ぐであろう。は、はい。こんなニュースの噂は聞いたことがない。よし、待ってろ、ラザー。撤収。あんまで、鍵はこっちだ。抜いていいの。これ抜いても大丈夫。ヤギさんが欲しいのはこの鍵なのね。わあ、丈夫。さすがオギさんの奥さん。仕方なかろう、鍵と赤子を交換してやろう。母親以外は近づくでないぞ。逆らえば赤子の命はなかろう。シャッ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 。意地悪なヤギさんは嫌いですよ。ちゃんとあずさちゃんにごめんねって言わないと、鍵返してあげないからね。いや、ごめんね、あずさちゃん。ちゃんと謝れたね、偉いね。なんだあれ、気持ち悪い。ロレット、今のは鍵を手に入れるために。悪いのはこの滅亡だ。落ち着くであろう、ロレンソ。滅びろ、ヤマトナレット。ロレンソ。あの、鍵は。奥さん、バレンティーナファミリー潰せるんじゃないの。内部崩壊の芽が出たな。